大都会の魔力、それは全てのものを集めてやまない人もそして物も、その中にはこの魔力に惹かれて家出する数多くの少年少女たちの姿が見られる。彼らは華やかな都会の陰に牙をむき出した狼が餌を狙って待ち構えていることを知らないのだろうか。ゼロ戦は大きな口を開けて待っているのである。この重大な社会問題と四つに組んで新鋭三輪明がまたまた放つセミドキュメンタリードラマ。いいじゃないか。いや、せい、誰がそんなものを早く下ろしてまで言ったらわかんないのか。何でも僕の言う通りにするんだな。そうすればちゃんと食べていけるようにしてあげる。どうだ、口も引けねえのか。